吉野宏さんが晩年を過ごされた私ども富士市においてこのように盛大にこの決勝大会を開催することができるということで大変嬉しく思うところでございます。本日は札幌 からそれから鹿児島、と本当に全国からですね、えー、32人の方が決勝大会に進出をいただきました、えー。素晴らしい朗読を聞かせていただけるんじゃないかなと思いましてね、私も今日楽しみにあのやってまいったところでございます、えー。今日出場される選手の皆様にはですね、ぜひ日頃の練習の成果を存分に発表していただいて、いただきを目指してですね、まあ、素晴らしい朗読コンクールとなりますことを心から期待申し上げる次第でございます。 他人を励ますのは気楽です自分を励ますのが大変なんです私は誰か私は何か知ってしまった後だもの私は自分に聞かせるの私はこれから咲く花ですよそれはちょっぴりうふふ。それはちょっぴり <laughs> あはは。都合のいい夢、咲かせていよう。私は遅咲き。大輪の花。自分をいじめるのは。子供です。自分をいじめないのが。大人です。あは <laughs> あは。あはは。あはは。私は。夫婦の。大人でいよう。あははで励ます。 大人でいよう風が吹くと風が吹くとおじいさまお池の水にシャワがたくさんできるのね何が吹くとおじいさまおでこやほっぺにシャワがたくさんできちゃうの風が止むとおじいさまお池の水の シワがきれいに消えるのね何がやむとおじいさまおでこやほっぺのしわが消えるのお池のように太陽はひなのそうひのお母さんだひのお母さん 山のてっぺんの日、製鉄所の日どちらもお母さんは太陽家事は太陽の子供ああとてもわんぱくなね太陽におっぱいあるあるともそのおっぱいから。 火のしぶきが飛んでくる火のしぶき光だよ火の子だよ火の子はどこに潜っちゃうのかしら木の幹砂浜家の壁私はお前の体の中私の 体の中にそうだよその火の種がおまえの中で大きく育つとおまえは誰かに恋をするそしてシャニムに行きたくなる消えない火事になる。 雪が激しく降り続ける雪の白さをこらえながら欺きやすい雪の白さ誰もが信じる雪の白さ信じられている雪は切ないどこに純白な心などあろうどこに汚れぬ雪などあろう雪が激しく降り続ける上辺の白さで 輝きながら、上辺の白さをこらえながら。雪は汚れぬものとして、いつまでも白いものとして、空の高みに生まれたのだ。その悲しみをどうふらそう。雪はひとたび降り始めると、あとからあとから降り続く。雪の汚れを隠すため。純白を 花びらのように重ねていって後から後から重ねていって雪の汚れを隠すのだ雪は激しく降り続ける雪は己をどうしたら欺かないで生きられるだろうそれがもはや自らの手に負えなくなってしまったかのように雪は激しく降り続ける雪の上に雪が その上から雪がたとえようのない重さで音もなく重なってゆく重ねられてゆく重なってゆく重ねられてゆく空の色が海の色でした遥かな隔たりに妨げられず空の青が海の青でした。 ある人の心の空の色がそのまま誰かの心の海に届いているというようなこともあるなどと思いながら私は海を海に届いている空を泳ぎました正確には私の海に届いているある人の空を 風が吹くとおじいさまお池の水にしゅわがたくさんできるのね。何が吹くとおじいさまおでこやほっぺにしゅわがたくさんできちゃうの風が止むとおじいさまお池の水のしゅわがきれいに消えるのね。 何がやむとおじいさまおでこやほっぺのしゅわが消えるのお池のように他人を励ますのは気楽です自分を励ますのが大変なんです私は誰か私は 何か知ってしまった後だもの私は自分に言い聞かせるの私はこれから咲く花ですよそれはちょっぴりうふふそれはちょっぴりあはは都合のいい夢咲かせていよう私はおそざき大輪の花自分をいじめるのは 子供です自分をいじめないのが大人ですあははうふふあははうふふ私はうふふの大人でいようあははで励ます大人でいよう葛飾北斎は「富岳三十六ーを書いた。安藤博重も 富岳三十六景を描いた北斎は後に富岳百景も描いた池の大河も横山大観も梅原龍三郎も富士を描いた宗慶中は富士百秋を詠んだ藤田塔子は富士百句を詠んだ一流の人の一流の作富士三千一流の人は一流の褒め方をするでは 一流でも二流でもない私はどうすればいい絵に描かず歌役にせず富士を目で愛するだけにしよう目で愛することには二流も三流もない誰でも一流いじけることはない思わず見つめてしまうことそれこそ一流の褒め方だと信じていようそれでいい 富士が私に目配せを送ってくれた控えめな素朴な星は真昼の空の遥かな奥にきらめいている目立たぬように はにかみがちなきれいな心がほのかな光を見せまいとして明るい日なたを歩むように輝きを包もうとする星たちは真昼の空のはるかな奥にきらめいているひそやかに静かに。 雨が上がって、雲間から乾面みたいにまっすぐな日差しがたくさん地上に刺さり、行く手に春菜山が見えた頃、山地を登るバスの中で見たのだ、虹の足を。眼下に広がる田んぼの上に虹がそっと足を下ろしたのを、野面にすらりと足を置いて、 虹のアーチが軽やかにすっくと空に立ったのその虹の足の底に小さな村といくつかの家がすっぽり抱かれて染められていたのだそれなのに家から飛び出して虹の足に触ろうとする人影は見えないおーい君の家が 虹の中にあるぞ乗客たちは頬をほてらせ野面に立った虹の足に見とれたたぶんあれはバスの中の僕らには見えて村の人々には見えないのだそんなこともあるのだろう他人には見えて自分には見えない幸福の中で。 格別驚きもせず幸福に生きていることが小鳥に声をかけてみた小鳥は不思議そうに首をかしげたわからないからわからないと素直にかしげたあれは自然な首のひねり へらわない美しい疑問符の形時に風のごとく耳元でなる意味不明な訪れに私もまた素直にかしぐ小鳥の首でありたい命は自分自身だけでは。 完結できないように作られている花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする命はその中に欠如を抱きそれを他者から満たしてもらうのだ 世界は多分他者の相和。しかし、互いに欠如を満たすなどとは知りもせず、知らされもせず。ばらまかれている者同士、無関心でいられる間柄。時に疎ましく思うことさえも許されている間柄。 そのように世界が緩やかに構成されているのはなぜ花が咲いているすぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている私もある時誰かのためのアブだったろうあなたもある時 私のための風だったかもしれない段飾りのひな人形を背に晴れ着姿の幼い姉妹が並んで座っている姉は姉らしく分別のある顔で妹も妹らしくいとけない顔で。 姉は両手の指をぴったりつけて膝の上妹も姉を見習ったつもりだが右手の指は少し離れて膝の上この写真のシャッターをしたのはたぶんお父様だがお父様の指に指を重ねて同時にシャッターを押した者がいる。 その名は幸福幸福が一枚加わった一枚の写真雨が上がって雲間から乾麺みたいにまっすぐな日差しがたくさん地上に刺さり行く手に春菜さんが見えた頃山路を登るバスの中で見たのだ 虹の足を眼下に広がる田んぼの上に虹がそっと足を下ろしたのを野面にすらりと足を置いて虹のアーチが軽やかにすっくと空に立ったのをその虹の足の底に小さな村といくつかの家がすっぽり抱かれて染められていたのだ。 それなのに家から飛び出して足に触ろうとする人影は見えないおーい君の家が虹の中にあるぞー乗客たちは頬をほてらせ野面に立った虹の足に見とれたたぶんあれはバスの中の僕らには見えて 村の人々には見えないのだそんなこともあるのだろう他人には見えて自分には見えない幸福の中で格別驚きもせず幸福に生きていることが雨が上がり雲がゆっくり流れていく 少し前ひととき田の物水をうたわせた雨ひととき田植えの人をぬらした雨そしてひととき早乙女の一人を泣かせた雨。 生きることには言いようのない悲しみがある背中にぽつりと大粒の雨が来た時その悲しみを彼女は思い出した泣こうと思ったそして泣いたさりげなく空を仰ぎ目の熱を雨のシャワーに表して 雨が上がり雲がゆっくり流れてゆく田植えを終えて家路に着く人々その中の一人が少し前雨に紛れて巧みに泣いた。 控えめな素朴な星は真昼の空の遥かの奥にきらめいている目立たぬようにはにかみがちなきれいな心がほのかな光を見せまいとして明るい日向を歩むように 輝きを包もうとする星たちは真昼の空の遥かな奥にきらめいているひそやかに静かに「杏示の里から手紙が届いた。 安寿の花が盛りですいい香りがします香りの中の安寿です山腹から眺める安寿の里は見渡す限り時色の霞が降り立ったようです親愛なる小言神戸の世の救いがきを安寿るより安寿の里へお出かけあれ アンジュより「あんじゅの里へ」とは小生が君のために考えた「ずっこけコマーシあんじゅの木」にも老若はありますが老いた木が若い木をしのぐ勢いで花をたくさん咲花をびっしり咲かせていることがあり思わず目頭が熱くなります。 この手の鑑賞を君が笑うのは承知ですが、安示の花の静かな爆発のただ中へ、一度ふらりとお出かけあれ。二人が睦まじくいるためには、愚かでいる方がいい。 立派すぎないほうがいい立派すぎることは長持ちしないことだと気づいているほうがいい完璧を目指さないほうがいい完璧なんて不自然なことだと嘘吹いているほうがいい二人のうちどちらかが ふざけているほうがいいずっこけているほうがいい互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうかあとで疑わしくなるほうがいい正しいことを言うときは少し控えめにするほうがいい 正しいことを言う時は相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わずゆったり豊かに光を浴びている方がいい 健康で風に吹かれながら、生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか。黙っていても二人には分かるのであってほしい。 奥様が終わりのあの方と私は歩いた川岸に広がる竹高い足の茂みを我ながら軽薄と思う冗談を振りまいて気をつけないと傷つけますよ。 あの方がそうおっしゃったそれは足の葉の鋭い切っ先のことでしたが私はこんなふうに聞きたかった僕を信用しすぎてはいけません言うならば何事かへの歯止め 私は首をすくめた小説の読みすぎだわ足の茂みを抜けるとあの方は笑って手の甲の傷を私に見せた君に注意したくせに僕が切られている あの方をお誘いしたのは私だったのに私は傷を負わなかったあの日私は傷が欲しかったあの方と足の茂みを歩いた確かな証拠に ある声ある音発車合図の笛が駅のホームに響き電車が静かに動き出すと隣座席の若い母親の膝に寝かされた1歳ほどの男の子が仰向いたまままた 声を発すはじめは低く次第に声を高めある高さになったところでその後ずっと同じ声を発し続けるのだ電車が次の駅のホームに滑り込むとその声は止む電車が動き出すと その子は再び声を発し、次第に声を高め、ある高さの声を保ち続ける。母親の膝に仰向いたまま、微笑んで、私は気づいた。レールを走る車輪の音を、その子は。 声で真似ていたのだ発車して車輪が低いサイレンのようにうなり始める速度を増すにつれてやや高まり走行中うなりは切れ目なく続くその音を声でなぞっていたのだレールを走る車輪の音に こんなにも親しくどこの大人が声で寄り添ったりしただろう電車に乗れば足元から必ず湧き上がってくる車輪の音に私はなんと久しく耳を貸さなかったことか私はにわかに身の内が熱くなり目をつむり あどけないその子の声とその声に寄り添われた鉄の車輪の荒い息遣いをその時聞いた聞こえるままに素直に聞いた飛ぶ 空飛ぶ鳥の姿に私たちはどれほど空飛ぶ人間を夢見てきたことか飛ぶ鳥の姿に私たちはどれほど人間を重ね合わせてきたことか背に羽をつけた天使やキューピッドあの姿を思い浮かべるだけでも それがわかる多分と私は思う人間は空飛ぶ夢を長く長く見続けたためいつしか心に翼を備え時にはそれを使うのだ理想をひたすら追っている時 自分の能力の限界に挑んでいる時一つの愛に身を焦がしている時人間はある空を飛んでいるのだと生涯のうち一度でも二度でも私はあの時 翼を使ったと思い出す喜びがあなたにもありますように小包の紐の結び目をほぐしながら思ってみる結ぶ時より ほぐすとき、少しの辛抱がいるようだと、人と人との愛欲の日々に連ねる熱い結び目も、冷めてからあと、ほぐさねばならないとき、多くのつらいときを費やすように、ひもであれ、愛欲であれ、結ぶときは、 結ぶとも気づかぬのではないかほぐす時になって初めて結んだことに気づくのではないかだから別れる二人はそれぞれに記憶の中の入り組んだもつれに手を当て結び目のどれもが思いのほか固いのを涙もなしに 懐かしむのではないか、互いの絆を後で立つことになろうなどとは、万に一つも考えていなかった日の幸福の結び目、その確かな証拠を見つけでもしたように、小包の紐の結び目ってどうしてこうも固いんだろう。 などとつぶやきながらほぐした日もあったのを寒々と思い出したりして日を浴びて冬の朝通勤時間帯を過ぎた郊外電車の駅。 人影まばらな長いホームの屋根のないところで、やわらかな日を浴び、私は電車を待っていた。ひととき、と生徒に関わりのない時間、消費も生産もせず。 何者かから軽く突き放されていた時間何者か私を遥かな過去から今に送り出してきたもの無機質から生命への長い道のり生命の持続のための必要な営み 信じ難いほど緻密でひたむきでひたすらであったはずの医師その医師の折に収監されたまま私はその時ひたむきでもなくひたすらでもなく職と生徒の首輝きを思いぼんやり 冬の日を浴びていた逸脱など許すはずのない医師が、見て見ぬふりをしているらしい、ほんのひととき、有り余る柔らかな光を、私は私自身に存分に振る舞っていた。 ホームで電車を待ちながら秋の運動会で小学1年生の息子を応援してきました100メートル競走で私の息子がなんと1位でした 3位から2位、2位から1位と2人を追い抜いていくとき、見ている私の体は震えました。日頃は息子が自分の分身だということもきれいに忘れていたのに、あのときばかりは切ないほどに我が子だと感じて、不覚にも涙。ところが。 その時、ビリを走っていた知り合いのこのお母さんが顔を両手で覆い天を仰ぎました私はその姿を横に見て親とは切ないものだと別の新しい涙ああ 親というものは例外なくみんな親バカなのだと身にしみてしかし親バカ結構親バカ万歳と誰にともなく胸を張り自分を含めて人間が好きになった秋の一日でした。 雨が上がって雲間から乾麺みたいにまっすぐな日ざしがたくさん地上に刺さり行く手に春菜んが見えた頃山地を登るバスの中で見たのだ虹の足を眼下に広がる田んぼの上に虹がそっと足を下ろしたのを のずらにすらりと足を置いて虹のアーチが軽やかにすっくと空に立ったのその虹の足の底に小さな村といくつかの家がすっぽり抱かれて染められていたのだそれなのに 家からとびだして虹の足にじのあしにさわろうとするひとかげはみえないおーいきみのいえがにじのなかにあるぞ!」。乗客たちはほうをほてらせのずらにたった虹の足にじのあしにみとれた。 たぶんあれはバスの中の僕らには見えて村の人々には見えないのだそんなこともあるのだろう他人には見えて自分には見えない幸福の中で格別驚きもせず幸福に生きていることが 座宅を囲み家族と夕食をとっていた近くの散り紙を取ろうとして座ったまま横に膝を滑らせたその時何かを押しつぶした急いで立ち上がるとズボンの裾からインコのヒナが転げ出た毛の生えそろわぬ赤肌の首を 糸のように伸ばし翼を苦しげに張り傾ききしるように鳴き羽ばたいて畳を何度も強く打ち右に左に回りよろけのめり逃げまどった弾かれたように次女が悲鳴を上げひなを手に取り2階へ駆け上がった妻が追いかけて行き 戻ってきて首を横に振ったヒナは裾の広いズボンの内側に入り込みすねの横でぬくもっていたらしい肉の乏しい私のねが鳥の死の恩賞になった私は箸を座卓に叩きつけ私の部屋に引きこもった 暗い庭で侍女が泣いている、土に埋めようとしているらしい。私は庭に向かって喚いた、泣くな私は意固地になり、半年経っていたウイスキーで腹綿を焼いた。私にできることは、といえば。 膝の下からかすめ取られた不利尽な死を理不尽な死を憤怒することだけだったある位置木の位置それは 偶然が決めたものだろう受高幹回り枝の張り方それは木自身が決めたものだろう地上からは見えない根の緻密な土の抱き方もある位置に同意したのではない 同意するより先に浅い根はまず土をつかまねばならなかったその木に私は尋ねる偶然が決めた君の位置を君はどのように受け入れたか 木から答えは返ってこない。過ぎた歳月をすべて樹形で語り来歴の総量だけで立ちそれ以外を語らない木硬直で気難しい幹。 しかし、こづえには風や光と遊ぶにぎやかな葉のきらめき、繁華枝を伸べ、根を深めつつ、斧が一埋めない行くや木々の明け暮れ。 冷蔵庫お前うなってたな生き物みたいに深夜歌っていたのかもしれないがそれにしては陰気な歌だった「冷蔵庫」生き物の真似をしていたのかお前冷蔵庫 間違っても生き物の感情なんて身につけてはいけないよ。機械以外のものになってはいけない。冷蔵庫設計された働き以上のことをしてはいけない。休み休み働いていればいい。いかにあるべきかなんて苦悶するんじゃないよ。 ロボットに感情を持たせようなどと人間が考え始めるご時世だがそんなバカな無双の相手をしてはいけない生き物になれば確実に辛いことが増える人間は何十万年もドタバタ見苦しく生きてきたのにまだ自分に愛想を尽かすことも知らないそういう狂った生き物なんだから人間を見習ってはいけない ただ設計されただけの働きを休み休み果たしていればいい知らずに与えられた機械の幸福というものをお前は破らぬ方がいい分かったななっ 小包の紐の結び目をほぐしながら思ってみる結ぶ時よりほぐす時少しの辛抱がいるようだと人と人との愛欲の日々に連ねる熱い結び目も冷めてからあとほぐさねばならない時多くのつらい時を費やすように ひもであれ愛欲であれ結ぶ時は結ぶとも気づかぬのではないかほぐす時になって初めて結んだことに気づくのではないかだから別れる二人はそれぞれに記憶の中の入り組んだもつれに手を当て結び目のどれもが 思いのほか硬いのを涙もなしに懐かしむのではないか互いの絆を後で立つことになろうなどとは万に一つも考えていなかった日の幸福の結び目その確かな証拠を見つけでもしたように小包の紐の結び目って どうしてこうも硬いんだろうなどとつぶやきながらほぐした日もあったのをさむざむと思い出したりして七子に赤いリンゴの頬をして眠っているななこ。 お前のお母さんの頬の赤さはそっくり七子の頬にいってしまって一頃のお母さんのつややかな頬は少し青ざめたお父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた唐突だが七子お父さんは お前に多くを期待しないだろう人が他かからの期待に応えようとしてどんなに自分をだめにしてしまうかお父さんははっきり知ってしまったからお父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。 人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は他人を愛することをやめ世界を見失ってしまう。自分があるとき、他人があり世界があると。 お父さんにもお母さんにも酸っぱい苦労が増えた苦労は今はお前にあげられないお前にあげたいものは香りの良い健康と勝ち取るに難しく育むに難しい自分を愛する心だ 雪の日に誠実でありたいそんな願いをどこから手に入れたそれはすでに欺くことでしかないのにそれが突然分かってしまった雪の悲しみの上に 新しい雪は一度世界を包んでしまうとそのあと限りなく降り続けねばならない純白を後から後から重ねてゆかないと雪の汚れを隠すことができないからだ 誠実が誠実をどうしたら欺かないでいることができるかそれがもはや誠実の手には負えなくなってしまったかのように雪は今日も降っている雪の上に雪がその上から雪が 例えようのない重さでひたひたと重ねられていく重なっていく寂しい心の人に風が吹く寂しい心の人が枯れるウィリアム・バトラー・イエツ。 日々を慰安が吹き荒れる慰安が寂しい心の人に吹く寂しい心の人が枯れる明るい基地に富んだクイズを寂しい心の人が作る明るい基地に富んだクイズを寂しい心の人が解く 慰安が笑いささやき歌う時き寂しい心の人が枯れる枯れる悩みが枯れる願いが枯れる言葉が枯れる。 中学校の教員を長い間しかも国語の教員をやっておりまして、えー、その中で授業で、えー「虹の足」それから「七子二を」を授業の中で取り上げさせていただき子どもと一緒にその詩を読んだりそれからそこに込められている、えー、作者の思いやそれから 登場する奈々子さんの思いをこうずっとこう想像して楽しませていただいていました。何度も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 口ずさんで、そして読む、そして表現していくことによって、だん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 こうきっと子の中の魂や女子の先生や奈々子さんの思いが皆さんの心の中にずっとこう染み込んでいって。 そしてそれが自然の自分の言葉の中でこう表現されていったんじゃないかなというのをひしひしと感じました。やはははり詩を読むとというのは大切なことは 肩まで読むよりも心の中でずっと言葉で口ずさむことによってこうずっとこう伝わってくるものがあるんだなということを改めて感じましたのでどうぞこれからも皆さんこの素晴らしい吉野先生の詩をたくさん読んでいただいてえこの世界をずっとずっともっとこう広げていただければありがたいなと思います。本当に今日はありがとうございましたあの父の詩ををこれだけ心を込めて あの読み方とかすごい研究されたんだろうなってことがひしひしと伝わってきたのでなんか一つ一つねもう心が疲れるぐらい感動したっの父が、えー、生前私に語っていたことであの、まあ、少なくとも自分が書いてる詩っていうのは読み手に伝わってその読み手があ,あこの詩いい詩だなって思って 自分の何かと重ね合わせたりした時にその詩はもうその人のものになったっていうふうに考えるとそういうことを目指したいって言って詩を書いた人でした。